狐村の入り口ですけども、すごい大きい看板ですね。英語でも書いてあります。 Don't touch fox、 狐に手を出さないでください。 100% 噛みつきます、ね、ゆっくり。もうこの時期は日中ね、皆さん寝そべってますよ。動物園じゃないですからね、キツネがいるところにお邪魔するわけですから、ね、ルールを守っていきましょう。ほら、皆さんゆったりのんびりですよ。いろんな種類のキツネがいますからね。寝てる寝てる。やってきました。やってきましたね。こんにちは。まったりだね。冬毛が、おお。おこん神社も綺麗になったね。ちょ、ここから行ってみようか。神社通り。いたずらしそうな顔してますけど、全然ですよ。ゆっくりね、のんびり。この時間はみんな寝てんだな、疲れてるからな。お、出てきた。よいしょ。さあ、上まで上がってきましたね。すいませんね、お邪魔しますね。あら、神の使いかな。おこん神社です。こんにちは。きちんとこういうね、カメラついてるのでね、いたずらしたらすぐにバレちゃいますよ。で、ここにはほら、皆さん気になるね、キツネのエキノコックスについてっていうね、きちっとしてますよっていう看板もありますから。これからゴールデンウィークに向けてね、ちょっとこう子供なんか生まれるから少しは荒くなるんですけど、まあこういう状況を見てるとゆったりのんびりくつろいでますな、キツネさんが。まあルール的にはね、餌持ってるとかなり近づいてくるので、餌場は餌場でちゃんとあるんで、そこでやってくださいね。失礼します。寝てます。はい、キツネさんの専用餌場ね、書いてますもんね。餌、事故の持ち込み禁止です。ね、ちゃんと餌やり体験の仕方も書いてますからね。ここは今日お休みですけど、中に入ってからやりましょうっていう。ね、もう最高ですね。みんな寝てます。こっちから行こうかな。失礼しますね。あら、すいません。気持ちよさそうですね。寝てる寝てるね。今日はお休みだからね。はいはい。あら。
だらってしてんね、これ。ね。ごめんね。すごいっすよ、ほら。世界でもないっすからね。海外の皆さん、ナイスミーチュー。ウェルカムトゥーフォックスビレッジインインなんですか白いシティインだと宮城プリフェクチャーかなね。ボスボス言ってますが、キツネくんがこんなにねだりぼーっとしてるとあんまり大きい声出さてらんないですよね。こんにちは、キツネだけにこんにちは。あら、かゆいね。ちょっと暑いからね、今日はだらっとしてますよ。ゆっくりのんびりですよね。そこ水飲まない方がいいよ。まだおしっこして少しね。水飲んでたね。じゃあね、バイバイ。キツネは臆病だからね、すぐにパッと逃げちゃいますよ。向こうから襲ってくることはないですね、餌持ってない限りね。うん、本当にゆったりのんびりキツネ村です。こんにちは。いいよ、寝てて。ダラダラしてんな、みんな。いいね。ほら、臆病なんですよ、だから。キツネの習性も分かって、キツネ村に来てほしいですね。ありがとうございました。またねー。